はい、渡辺さん、ちょっと前に出てください。そこ行こう、そこ行こう。はい、阿波踊りというのは今、どめきの音が鳴ってますよね。1、2、1、2、1、2、こういうリズムなんですよ。2拍子と1、2、1、2、この1、2に合わせて足が動きます。足が右、左、右、はい、踊り手さんを見て、皆さん、お客様は足を動かしてみてください。左足が出たら左手が出ます。右と左、右、左、右、簡単ですよね、右と左交互を出せば阿波踊り、はい、こんな手の踊りになります。あとはこの踊りに楽しそうに笑顔をつけて声を出して、こうすれば楽しい阿波踊りになります。はい、ではここから踊ってまいりますので、踊り手さんは中に入ってください。で、お客様は中に入って踊ってよろしい。今日は特別に一緒に踊りましょうという会を作りました。いいですか。渋谷連長が冊子を持っておりますのでね、皆さん、いい踊りをされた方々には、この冊子を差し上げたいと思います。はい、では踊り手さん中に入ってください。お客様も中に入ってください。はい、音を上げて、踊り手さんはお客様を入れてください。
ていただいた方、こっちをこっちに来てください。口を差し上げていただいた方、ちょっとこっちに来てください。ここ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 。はい。あれ？高速だったんですよ。高速だったんだ。差し上げていただいた方、来てください。はい。差し上げていただいた方、ただでは返しませんね。になりますが、また3時から4号線の方をずっと流して踊っていきますので、よさこいも見つつ、また阿波踊りも来ていただければありがたいかなと思います。草加市の笹田祭りは阿波踊りもよさこいも見る全国でも、珍しい地域で皆さん本当に